生のものだ。ああ、もっとそれほかしきの。こんにちは。おはようございます。こんばんは。はとくまです。ついに、チャンネル登録者数が1万人を超えました。やっと大台のね、万に入ったということで、やっぱりこう、千の領域と万の領域って言ったら、響き違うじゃないですか。僕チャンネル登録者9000人いるんですよっていうのと、僕チャンネル登録者1万人いるんですよって。これはですね、もう本当に一重に普段からですね、僕のことを応援してくださっている皆様のおかげでしかないです。やっぱり一人でも僕の動画がこう楽しみですとか、これからも頑張ってくださいっていう言葉をいただくと、やっぱりなんかこう本当に僕は今のこの携帯にね動画を変えてから1年と多分半年ぐらいもう経つのかなっていう感じなんですけど、もともとはもうちょっと前にね、YouTube 活動みたいなのもしていたんですよ。最初は友達とやっていてね、全然今とは関係ない、なんかプロテインをどれで割ったら一番美味しいのかみたいので10種類ぐらい飲み物並べて、なんかプロテインを全く飲んだことがない友達に飲ませてみたりとか、今の携帯にそういう意味では変えてから、去年の3月の末ぐらいですかね、僕チャンネル登録者数が1000人超えまして、まあそこから今ですね、約1年とちょっとで1万人と。今日はですね、質問も少し募集させていただいたので、やらせていただけたらと思うんですけれども、ちょっとしっぽりそういう意味ではさせていただければなと。本当にだから、さっきも言った通り皆様のおかげなんですよ。で、やっぱり辛い時っていうのは、まあ僕もですね、こんな顔してますけれども、小学校6年生ぐらいからだんだん学校に馴染めなくなって、中高とほとんど学校に行ってなくてね、まあ学校には行ってたんだけど、学校にあるカウンセリングルームっていうところに僕ずっと行ってたんですよ。で、火曜日とね、木曜日はカウンセラーの人がいて、まあちょっとお話ししながらね、まあ馴染めなかったんですよね。子供っぽいんですよ。周りは大人で、まあ中学生で、僕は中学生っていう身分なんだけど、ずっとランドセルを背負ってるようなイメージ。もともと僕すごい太ってたのもあって、まあ結構いじられてた。まあ今で言うといじめだったのかなっていうので、まあすごいね、いっぱいバビ雑言みたいなのね、浴びせられてきてたんですけど、そんな引きこもりだった僕がですよ。こうやって皆様にお話しして、で、それを見る人が何千人もいる。で、登録者1万人もいる。だ本当になんかこういう、まあ、YouTube だけじゃないと思うんですけど、僕の場合は YouTube をやったことによってよりこう自信がついたし、これからね、まあ、どんな理由であれ始めようと思う方には本当おすすめです。まあ、最初は苦しいし辛いし、再生回数も全然取れないし、チャンネル登録者数も増えないからしんどいんですけど、継続していけばね、何かしら、まあ、僕の場合は1万人っていう数字がついてきましたし、自信もついてきましたが、まあ、自信は少なくとも絶対につくと思います。人前で喋るとか、何かプレゼンをするとか、顔出すのがあれだったらゲーム実況だって何だっていいんですよ。とにかく、世に向けて喋るっていうことをずっと繰り返していると、なんかね、本当に、まあ、継続は力なりって、こういうことなんだなって筋トレでもまあ感じてはいますけど、目に見えて、自信がつきます。っていうか、つきました。こんな僕でもできるんですから、もう絶対誰でもできるんですよ。ちょっとこの辺で、この話は終わりますけど、本当にYouTube をね、僕は始めてよかったと思います。で、これからも、ずっとね、まあ、この YouTube っていうのがなくならない限りは、やっていきたいと思います。質問を事前に募集していたんで、それにね、少し答えたいと思います。今日はね、それメインではないので、全部にはお答えできないんですけれども、いくつかね、抜粋して、お話しさせていただきたいと思います。うんこマスクはどうしましたか？これのことですね。ありますよ。アイコンのハトはご自分で書かれたんですか？アイコンのこれですね。これは外注して頼んで書いていただきました。山岸さんの最近の YouTuber らしい動画について、僕個人的には大好きです。僕も大好き。お茶目な一面っていうか、面白い一面の山岸さんが見れるっていうのは、やっぱりすごく貴重だし、面白いですよね。ハトクマ的歴代最高のボディービルダー参戦。僕は正直そのロニー・コールマンとかね、ジェイ・カトラーとか、マーカス・ルールとか、あの辺の時代のボディービルっていうのはあんまり知らないんです。今こう、まあ、頑張って勉強はしているんですけれども、現代のボディービルって言うと、やっぱり一番はフレックス・ルイス。で、特にやっぱり2018年のフレックス・ルイス。で、フレックス・ルイス自体も2018年だから7連覇した時のコンディションっていうのはもう一番良かったと。自分の中でね、歴代で一番良かったっていうぐらいで、本当にすごいんですよね、これは。参戦か。あと二人。ハディチョーパンかな。ハディチョーパンはね、すごく好きです。体も好きなんですけれども、やっぱり顔、やっとアメリカに来れて、やっと渡米できてね、やっとオリンピアに出れたっていう、すごい嬉しさもあるんだろうけど、まあ、それでさらに、ファーストコールでトップ3でっていう、もう、よくわかんないみたいな。で、最終的にはファン投票1位になりましたし。楽しそうなんですよね、すごい。ポーズダウンの時とかもなんか、すごいニコニコしてて、3位。3位は、フアン・モレルのコンディションは素晴らしいんじゃないかなって思います。フアン・モレル。ジャパンプロでね、去年優勝しましたけど、フアン・モレルは本当に常にね、コンディションが素晴らしい。それはオリンピアの時もそうで。で、これは、誰だったかな？オリンピア終わった後にそのコンディションがね、今年しょぼいとか、
誰が言ってたのかなってごめんなさい、ちょっと度忘れしちゃったんですけど、フアン・モレルのコンディションはね、めちゃくちゃすごいと、その90年代なんかよりもすごい、負けてねえぞっていうことを言っているプロのね、ボディービルダーの方がいらっしゃって、本当誰だったかな。あと何年くらいで IFBB プロになる予定ですか。そうですね、まあ今年はちょっとアマチュアオリンピアのラスベガスがね、12月ですから、まあ、ちょっと厳しいかなっていうところがあるんで、やっぱ来年、再来年ぐらいの、でもどうせなるならね、日本かラスベガスがいいなって思ってるんで、まあ9月のね、2年後とか9月だと思うから、アマチュアオリンピアのラスベガスか、アマチュアオリンピアの日本、11月の、ぐらいじゃないですかね。意外と流行に乗ってルーティン動画見たかったり、実写多め希望です。実写多め希望ってすごい嬉しいですね、ありがとうございます。これですよ皆さん、これです、模範質問。僕のモーティングルーティンもナイトルーティンもモザイクばっかなんで、多分見せれないです。結局質問動画みたいになっちゃってる。ステロイドの話、これね、あのなんか拾わないのもあれだなと思って、ステロイドの話僕たまにしてるじゃないですか。ステロイド発言をこの人しましたとか、なんかね、いろいろしてると思うんですけど、ステロイドに関しては僕は別になんとも思っていなくて、使ってても別になんとも思わないし、使ってなくてもなんとも思わない。ただまあそういう否定なね、意見を持ってる人の気持ちももちろん分かりますし、まあ人それぞれ意見は違いますから、いろんな意見があっていいと思うんですけど、僕は特になんとも思ってないです、そこに関してね。 NOK サプリ、これサプリの話です。プラズマジェット売り切れたんで他におすすめありますか。プラズマジェットってこれですね、僕持ってます、いいでしょう。はい、ごめんなさい。このプラズマジェットは僕以前も買っていて、で動画にしてね、結構やばいっていうか体質に合わなかったみたいな動画を出したんですけど、これリニューアルされたやつで、まあ、パッケージもねかっこよくなってて、より稲妻感が出ているんですが、まあ、こちらですね、僕最近家トレになってからプレワークアウトを切ったんですよ。飲むのはやめたんですけど、最近これが来てからね、まあ、飲み始めました。で本当は4錠飲めって書いてあるんですけど、前回僕4錠飲んで気持ち悪くなったんで、今2錠でねやってます。でこれめちゃくちゃすごいです、パンプ感がすごい、あと汗がねすごいですね、汗の量が尋常じゃない。まあ、それが売り切れた時のおすすめサプリとしては、同じギャスパリさんの、スーパーパンプマックスで、あとは、レッドコーン1のトータルウォー、この辺もすごくパンプ感僕は感じやすかったです。で1番はエボジェンドエクストリームパンプ。はい、ということで以上ですね、ざっとですけど質問いただいたね、質問コーナーでございました。質問ね、たくさん質問いただきありがとうございます。でまたね、動画っていうか、まあこれはインスタグラム、僕はハトクマっていうのでやっているんで、ぜひフォローしていただけたらと思うんですけど、定期的にこういう質問を今度インスタグラムの方だけで、あの普段は皆さん答えられていると思うんで、それでやっていきたいと思います。ということでね、本当にここまでなんとかやってこれました。まあ、本当に冒頭の方でですね、皆様に感謝、本当ありがとうございますということで、まあ、これは本当にね、その通りで、何回もね、こう頭下げるのもあれなんだけど、本当にありがとうございます。で、まあ、これは個人的なメッセージと言いますか、まあ、ネックさんですね、復帰してもう一回休止するタイミング、あのあたりとかで DM のやり取りとかをね、初めてって言ってもいいぐらいですかね、させていただいて、ネックさんの方でもね、動画の方でオリンピアの延期の時とか、概要欄に僕の動画貼ってくださったりとか、ライブ放送とかでね、僕の名前を出してくださったりとかで、まあ、これね、すごいやらしい話なんですけど、やっぱり、すごい影響力ある方なんですよ。素晴らしい方で、動画とかでね、僕のこと上げてくださったりとかしてもらえたおかげでの今っていうのもね、少なからずあると思うんで、まあ、なんか個人的なお礼になっちゃうのもあれなんですけど、まあ、ネックさんにも本当ね、お礼と言いますか、ありがとうございますということはね、すごく伝えたいなと思います。まあ、ようやっとですね、この一つ目の目標1万人っていうのを到達しました。もちろん次の目標はね、大きく言えば10万人、銀の盾目指してね、この辺に銀の盾を置いて、常に動画が、いずれは、金の盾。ね、まあ無理でしょって言われることだと思うんですけど、まあそこをね、自分だけは無理と思わずに、これからも楽しい動画、ためになる動画、いろいろね、投稿しながら、それを目指してやっていきたいと思います。チャンネル登録者1万人、達成いたしました。本当にありがとうございました。ではまた明日の動画でお会いいたしましょう。こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。チャンネル登録者数が3000名超えました。チャンネル登録者数がついに5000人を突破しました。ついに9000人突破しました。ついにですよ。チャンネル登録者数が1万人を超えました。